ゼリーヌ。こんにちは、こんばんは、葵です。セリーヌアポトーシス3回目始めます。今この物語に登場するのは2人の男性と1人の女性、そして猫が1匹。男性2人はね、どうやら意気投合した感じなんだよね。そしてイーサンの元にホープが帰ってきた。そこからスタート。ホープは読んでいた雑誌から顔を上げ、肘掛けに寄りかかった。代理店から電話があった。案件かな。シャワーから戻ってきたばかりのイーサン、腰にタオルを巻いたまま彼はその場に固まった。要するに腰に手を当てて風呂上がりの牛乳をグビッといってる状態。胃の中を冷たい何かが渦巻く感覚。冷たい。冷や牛乳と違うよね。あの案件だ。企業から受けていた仕事のことをすっかり忘れていた。マジか。あれからもう2週間が経っている。締め切りは目前だ。急いで電話しようとする彼だったが、ホップが気だるげに手を振って止めた。君が受けたのか？なんて答えた？主人は食べもせず、眠りもしないで、仕事を頑張ってるので、必ず結果を出しますって。あ、それ違うこと頑張ってますね。うん。しかも無報酬で。そうでしょ？うんって、うんって言っちゃった。今後はもう僕の電話を取らないでくれるかな。肩をすくめるホープ。わかったわ。そもそも電話に出るように頼んだのはあなたでしょ？あ、そうなんだ。あ、僕が出られない時はね。あの会社から仕事を受けるようになった時、常に連絡がつく相手だと思わせるべきだと思ったんだ。もうお試し期間は終わったから君に迷惑をかける必要もなくなったってこと。あ、なるほどね。これまで悪かったね。大丈夫よ。また電話取るわ。応援したいからね。いや、取ってほしくないんだよね、これ。いや、本当にいいんだ。この案件は難しくて。僕が自分で対処しなきゃ。Eさんは譲らない。自分が嘘をつくのが下手な人間だと分かってきた。ちょっと共感持っちゃうな。残念だ。しかしホープは何か気にした様子はなさそうだ。彼女はため息をついて怒ったふりをする。つまり今私は何の表彰も保証もなしに、ただ働きの秘書官を解雇されつつあるってことね。ああ、若干の膨れっ面。資本主義って本当に最悪だわ。Eさんは彼女に身を寄せて、そのブロンドの髪を耳の後ろに流し、まっすぐに目を見た。片手はホープの頬に当てたまま。君には本当に助けられてる。ホープの手が彼に伸びる。そして目を閉じた。分かってるわ。君がいないと僕のこれまではなかった。それで？唇を交わす二人。顔を離したホープの表情は晴れやかで、口元にいたずらっぽい笑みを浮かべている。買い物に行く？どうかしら？再び顔を近づける二人だったが、そこでまた電話が鳴った。邪魔者め。今朝電話を受けた時、Eさんはマナーモードを解除していたのだ。やれやれだ。よっぽどこの街は僕が必要らしい。チュッと軽く彼女の額にキスをして。ホープはため息をつくと彼の尻をはたいた。ペシッ。まるで神様が私たちにズッキーニを買いなさいと言ってるみたいね。あ、ズッキーニ言ってたね。待って、着替えてくる。例のクライアント企業からの電話だった。詳細と具体的な見込み日が必要とのことだ。Eさんは廊下に出て、できるだけもっともらしく返事をする。はい、間もなく締め切りだということは承知しています。うん。いえ、深刻な問題はありません。はい、必ず期日までに全てお送りしますので。ようやく電話が終わると、彼の首は慣れない嘘で好調していた。Eさんはほーっと息をつく。部屋に戻ると、ホープが彼のノート PC を触ろうとしていた。何をしてる？
肩越しに振り返るホープ。今回は純粋に驚いたようだ。え？クーポンをプリントしようかなって思って。どうしたの？Eさんは PC 内のファイルとタブを開いたままにしている。企業の案件とは無関係のものだ。ホープにそれを見られたくはなかった。彼女はEさんの秘書官として働けるだけの理解と知識があるのだから。これまでの案件は全て把握されている。本来受けるべきではない無償のそれを除いて。彼の不安は急かもしれない。ホープは彼を責めないかもしれない。まあ責めないでしょうね。それでもEさんは恥じていた。今朝のことを受けてこれ以上何かこじれるようなことを望んでいなかった。まだ保存してないファイルがたくさんあるんだ。下手したら大事な情報が消えるかも。クーポンなら僕が印刷するよ。また首と頬が熱くなってくるのを感じる彼。嘘を重ねるか。ホープはそんな彼をじっと見つめている。彼女の表情が読めなくて、Eさんは不安を覚えた。なんか見透かされたようなね。文句を言われることを覚悟した。頭の中で彼女の言うことに同意すらした。しかしホープはただ PC から離れるのみ。わかったわ。メールで送るね。満月。気まずい沈黙の中、二人はスーパーへの道を行く。彼女の機嫌を伺うためだけにEさんは何度か話しかけた。帰ってくるのは素っ気ない返事、ジョークも一切言わない。そこまで悪くないとEさんは自分に言い聞かせた。そこまでじゃない。そう繰り返して不安を隠そうとしたところで膨れ上がる不安はいずれ覆い隠せなくなる。いつだってそういうものだ。Eさんの脳は分かっていた。主人がごまかそうとしていること、くれたガム風船を吐いて捨てようとしていることを。今は避けたい。現状では対処できない問題に対する思考。それらが雪崩を打ってEさんを襲う。どうにかしなければ。何かを言うんだ。でも何を？文字通り何か行動すればいいのだろうか。Eさんは想像する。彼女の指に触れるところを。しかしすぐに次の光景が目に浮かぶ。引っ込められる手。ひらめく彼女の目。開かれた口から放たれる。Eさんの答えられない質問。いずれにせよ話さなければならない。何をどこから話せばいいのか、Eさんにはわからなかった。ゆえにますます思考に埋没する。店への道すがらずっと考えていたが、結局何も思い浮かびはしなかった。隣のブロックにある大きなスーパーマーケット。二人の買い物といえば、ここだ。は、遅い時間にもかかわらず、大勢の人で賑わっていた。大きなガラスの扉をくぐると、自然と緊張が和らぐ。店のカードが切れていたが、Eさんがクーポンと交換で一つ手に入れてきた。ホープは、うむ、よくやった、という顔で、親指を立てていた。ぐっ、ホープがマグカップを手に取って彼に見せる。カラフルで大きい、ひどく滑稽な柄だ。滑稽どんな柄だろう。Eさんはすぐさま買おうとうなずいた。ペアで使うためにもう一つ探したが、陰気な店員によればそれが最後の一個だということだ。二人はやや落胆しながらも少なくとも一つ収穫はあったわけだ。一緒にマグカップを探したことがいいきっかけになった。今や互いに寄り添い、好きなおやつを探したり、朝食にはどのシリアルが一番いいかを議論したりしていた。そうして、精肉売り場にやってくると。売り切れる前にちょっと確保してくるよ。上の空でうなずくホープ。彼女は売り場の中心にある大きな冷蔵庫に気を取られていた。いいわよ。ここで待ってるね。この時間帯になると棚の半分が空になる。Eさんはステーキ用肉とひき肉を探していた。しかしすぐに目的を忘れてしまう。
来た。陳列棚の傍らに一人の女性が立っていた。お肉。顔はわからない。見えるのは細い肩紐の白い服。覚えあるぞ。その下の青白い肌。乱れた黒髪だけだ。霊気が頬を突き刺すような感覚。自分の顔が冷蔵ケースに陳列されたらこういう感じだろうか。お肉。あの豚ロース肉の黒いトレイが並んでいるあそこに。あれはまさか。無意識に数歩歩み寄る。直後彼はあずず去った。勢いで老夫婦にぶつかり、謝る余裕もなく、手近にあった商品を手に取って、陳列棚の角を曲がった。意識して走らないようにした。あまりにも間抜けに見えると思ったからだ。Eさんは角から彼女の様子を伺う。その女はまだ肉を選んでいた。今こうしている自分は間抜けではないのか？愚問だ。Eさんは自分自身に同意する。あ、この顎のラインをちょっと覚えてるぞ。頬に感じた霊気は消えていた。女は至って普通の女性に見える。あ、ずっと疑問なんだけど、冒頭から出てきた男性は、この人のことを猫と捉えてるんだよね。でも Eさんは普通の女性と見ているわけだね。この季節にしては妙に薄着ではあるが、多少季節外れな格好をしたところでどこの州でも犯罪にはならない。自分の思考に笑みが漏れる。客観的に見てその女性は魅力的だった。薄手の服も彼女をよく引き立てている。その細い腰から足にかけての線条的な曲線、白い布のひだの下で丸いヒップが自己主張している。さあ、ホープだ。何？ドキッとするな。なんか女性をなんかじーっと見てたところをね、見られちゃうとあれだな。なんかあれだよな。ブロッコリーと芽キャベツ、カラフルなビニール袋を二つ持ったホープが不思議そうな目で彼を見ながら立っていた。どこ見てんのよ。何度か瞬きをするEさん。まるで真っ暗な部屋から明るい場所に出てきたかのように目を細める。彼女はいつからいた？最初から見てるよ。なぜ自分はサウザンドアイランドドレッシングを持っている？どっちか選べばいいのって。なんかめっちゃ気取ってんな。少しめまいがしていた。めまいがするほど。いやいや、大丈夫だよ。ごめん、その考え事してて、というか一人の女性を見てて。ホープはEさんがずっと見ていた先を見ないようにして、お察しなんだ。本当にそう努めたんだが、どれだけ頑張っても意志に反して体が動くこともある。そして目にした。白い服を着た黒髪の女性が商品棚を離れるのを。ようやく買うものを決めたんだろう。そっか。一瞬彼女が手に持ったビニール袋が自分の顔に叩きつけられるものだとEさんは思った。しかしホープはただ微笑んで袋をカートに投げ入れる。叩きつけられたそれらが折れる音がした。両方買いましょっか。ガシャン。いろいろあった方が人生楽しいわ。折ってる。結局ズッキーニは買わずじまいだった。買わんかったんか。その夜、Eさんはまた白い部屋の夢を見た。また来た。壁はまだ冷たい光の中で軽く震えていた。部屋のすべてが、空気を含めて、緊張を漂わせ、これから起こることを見越して苦しんでいた。何かが起こるであろうことは確かだ。突然、部屋を奇妙な角度から見ていることに気づくEさん。何かの上に立っているようだが、足元には何も感じられず、支えもない。見下ろしてみても、揺らめく空気しか見えない。彼には足がなかった。さらに、
足の上にあるはずの何もかもがない。あたかもそこには誰もいないかのように。幽体離脱？あるいは彼は揺らめく空気、欠けた天井、そしてまだ震えている壁だった。中心から少し離れて置かれた赤いソファーであり、向かいの壁にある前回はなかったいくつかの目立たない白いドアだった。本来そこにあるべきではないもの。今はどうにもできないもの。ドアが現れていても今はどうすることもできない。光が薄暗くなり明滅する。それはやはり部屋全体から発せられ白い壁に反射していたが、ほとんどはそこにあるはずのないもの。ドアとドアの間の壁にかけられたブラジャーから発せられていたブラ。どうしてかイーさんは呼吸を明滅のリズムに合わせようとしたができなかった。ブラ。ソファーに座っている人物が二人いた。一方の髪は明るく、もう一方は黒い。黒い方は部屋のドアから入ってきたが、どのドアかイーサンにはわからなかった。明るい髪の人物はホープだった。ホープ、ここで何をしてるんだ？ここにいちゃいけない。何かが起きる前に早く出ていくんだ。光の明滅が早くなる。いた。黒髪の人物はホープに近寄り、彼女のブロンドの髪を耳にかける。すべてがゆっくりと水の中にいるような速度で。黒髪の人物は何かがおかしかった。何かがおかしいのに、イーサには何がおかしいのかがわからない。ホープの耳に口を寄せ、手で覆って何かを囁こうなど、それを聞こうと耳を近づけるホープ。まるで秘密を共有するかのような二人。何かが起きようとしていた。二人がイーサンを見る。そこに彼の姿はないのに、あるいはどこにも、白い部屋など存在しないのだから。すると一人が微笑んだ。黒髪の女の指がホープの頬をなぞる。柔らかく丸みを帯びた奇跡。二人はもはやイーサンを見ていない。互いを見つめ、ごく近い距離でゆっくりと光を吸い込んで。あ。ホープの頬を撫でる女。二人の半開きの唇と唇が近づいて、やがてその間の空間が消える。合わさった唇からスーッと垂れる唾液。黒髪の女が唇を舐め、大きく口を開ける。すると、黒い蛇が彼女の口内から姿を現した。これ大丈夫か？頭を振り、自らの舌で空気を感じ取る蛇。そして、ホープへと伸びていく。ホープは目を閉じた。蛇が彼女の頬を這う。長く黒いそれが螺旋状に何度も何度も、これ DLC 当てたらどうなんの？目を覆う、それにホープが手を伸ばすと、黒髪の女は彼女の手を取り、指を絡める。そして再び、二人の唇の間が闇に染まった。なんとエロティックな表現。それは蛇ではない、リボンだ。毒を持ち、鱗に覆われた黒いリボン。部屋の鼓動が加速する。光源の一つが消えた。彼女はいくつもの顔を持っている。それが手がかりだ。二人の女の体が赤いソファーに溶けていく。彼の肉体が震え、縮んでいく。人体、弁、骨、血管、摩耗した赤の布地へ。上がっていく。彼の鼓動が。早く、早く。そして、それが起こった。イーサンは目を覚ました。
なんなんだこの何も見えないのにエロティックで陰微な表現は。喉の奥で泡を吹いていた。天井には闇が広がり、下腹部には灼熱を感じた。熱を持て余したイーサンはこっそりとトイレに向かう。かつて彼の父親がよく言っていた言葉だが、抜いておく必要があった。抜いておく。一度では収まらず、なんと二度。その後、イーサンはふらふらと洗面台まで来てしばらくの間鏡を見つめていた。やがて唇が震えてくる。この先どうなるのか、彼は考えたくもなかった。流しに端を吐き、しばらくそのまま水を流すイーサン、そして電気を消すのだった。なんかね、ちょっとよくわかんないんだよね。トマトスープの作り方。ある時、彼女の指の爪を剥がすことになった。え、工場での事故のせいだ。彼女は姿を消した。法的には問題なくても痛みがある。悪魔は小さな亀裂からやってくる。学校では教えてくれない。何だったんでしょう。もう一つあるんだよね。モアシェルの時間。料理する時間がない？それなら棚を見てみよう。トマトスープ。なんかおかしいよ。材料は新鮮なトマトと。そして、お前なんか生まれてこなければよかったのに。何なんでしょうね、これ。ちょくちょく出てくる真夜中のテレビ、ね。E さんは朝が来て欲しくはなかった。起き上がるのも嫌だった。このまま永遠に寝ていられれば、ホープの怒りに触れなくて済む。気まずい沈黙の中、どうにか空気を変える努力をせずに済むのだ。それでも朝は来てしまった。しかし、驚いたことに彼が恐れたような朝ではなく、至って普通の朝。何の問題もなかった。ホープは早くに起きて、豪勢な朝食を作り上げていた。これほどの朝食は作ろうとしてもイーサンには到底作れない。普通に自分から話しかけ、冗談も言ってみせた。時間ができたら行きたい場所という話題で、10カ所以上も候補を挙げて。悪夢は終わったようだった。体の中にあった余分なものと一緒に全てが排水口へと流されていったのだ。その素晴らしい現実にイーサンはすっかり安心し、警戒を解いた。可愛らしいジョークやクリームたっぷりのワッフル、香ばしいトルココーヒーを楽しみながら。すると、ホープがこんなことを聞いてきた。もう少し、黒い髪色って私似合うかな？え？なになに？飲んでいたコーヒーが突然固まって喉を塞いだような感覚。イーさんは本当はコーヒーじゃなくて、細かく砕いたガラスを飲んだのではないかと思った。思わず、むせ込む。え？ホープは、テーブルに両肘をつき、何事もなかったかのようにカップを口に運ぶ。ほとんど黒髪に近い、かなり暗めの色にしたいなって思う。どう思う？どうかな？今のままでいいと思うけど、うん。君がそうしたいなら染めるのもいいんじゃないか？小さなガラス片がまだイーサンの体の内側を引っかいている感覚がした。咳払いをしてみてもそれは取れない。でも、どうしてまた？声を出すのも大変だった。まるで落とし穴に落ちたような気分。耳元で空気がヒューヒューと音を立てている。だってイメチェンは大事じゃない？イメチェン。そう思わない？そう言ってもう一口すする。それに家中に黒髪が落ちてるのよ。ええー。
そんなに長くないけど、そんなに短くもなくて。あの長さね。このぐらいかな。ホープが首に手を当てる。その場所はイーサが予想した通りだった。だから、私が黒髪にしたら、その髪が、他の女の髪なんかじゃなくて、私の髪だったって。思えるでしょ？どういう思考それは。にっこりと口角を上げるホープ。しかし決して笑っていなかった。嘘だ。こんなの嘘だ。きっとまだ寝てるんだ。これは夢、ただの悪夢だ。そうさ、すぐに覚める。今やイーサは朝の到来を心から願っていた。しかし、朝は一日に二度やってこない。ホープは背もたれに身を預け、偽りの笑みを貼り付けたままの顔で彼を見ている。なんとか、なんとかしなければ。今すぐに。おお、言い訳を考える嘘。釈明を試みる。うん。やっぱ嘘に嘘を重ねてはいかんよ。うん。これはもう釈明だな。これ重大な分岐な気がするね。ここは信じていこう。それが、変なことが起きてるんだ。うん。わかってる。わかってるよね。オップ、聞いてくれ。変なことが起きている。でも、うまく説明できない。いいのか悪いのか、それすら。本当？多分、私の方がわかってるかもしれないわね。そうなの。待ってくれ。昨日のことをごまかそうとしてるわけじゃない。その、そこで言葉を切るイーさん。ん？一度深呼吸をし、目を閉じて続ける。昨日あの女の人を見ていたのは確かだ。あ、見たとも。間違いない。でも、それは、あの人を知ってる気がしたからだ。気のせいじゃないかどうか考えていたんだ。それが旗から見ればどんな風に映るのかはわかる。僕が悪かった。E さんはひらめく布地の下の丸い曲線については忘れることでした。それは体裁のためというよりもホープを傷つけると思ったからだ。彼女を傷つけたくないのは彼の本心だった。許してほしい。僕がバカだった。本当にごめん。テーブルに置いた彼の手がホープの指に触れた。彼女は動かなかった。今度買い物に行ったら、誰でも好きなだけ見てくれていい。なんだそれ。泣かないようにするから、約束はできないけど。ホープの顔が歪む。でもそれは、笑いをこらえているのだと彼には分かっていた。そっか。イケメンだけ見るわ。だ。僕より？あがん一生、イーサンの顔をくしゃくしゃと撫でる。絶対にね。落ちてたっていう髪の毛のことだけど、彼女の笑みがスッと消える。全く心当たりがない。ほんと、このアパートは何かおかしい。イーサン、私は別に。いや、聞いてくれ。誰かが僕たちの家に侵入してると思う。本気で。信じてほしい。少しの沈黙。不意にホープが震える。そうね。わかったわ。信じるわ。原因も目的もわからない。でもとにかく警察に電話した方がいい。それで後のことは任せよう。それが警察の仕事だ。多分、まずはローラに電話した方がいいかも。ああ。精神的なものだと？うん、するよ。彼の手を握るホープ。私も変なものを見たのよ。見たんだ。たくさんね。髪のことだけじゃなくて、いろんなことを聞き始めたの。
どうにかして二人でこの問題を乗り越えましょう。なんとかなるわよ。絶対。イーさんはうなずいた。あ。ホープはもう一度手をギュッと握り席を立つ。じゃあもう行くわね。遅刻したら怒られちゃう。仕事終わったら待ち合わせするかい？うん。また電話するね。オップ。うん。愛してる。私も大好き。ちゃんとローラに電話してね。もう一度うなずくイーさんだった。